時はたくさん肖像画があって、誰が喋ってるのか誰が動いてるのか全然分からなかったんですけど、方向とかも再現されてるのか分かんないんですけど、声の方を見ると大体なんか肖像画が動いてたりとかして、ものすごく面白かったです。もう本当にリアルというかすごく再現されてて本物みたいでびっくりしました。バタービールは最初バタービールって聞いてバターが入っててビールでアルコールないって言ってるけど大丈夫なのかなみたいな感じで思ってたんですけど、美味しかったです。甘くてお子様とか多分好きで飲むと思います。美味しいです。大人の気分も味わいました。そのバタービールならでは のできること、子供が一つの夢というか子供ができる口ひげをつけられるっていう意味ではすごく美味しいしいいところだと思います。